どうも、ハイチです。ちょっと珍しいアングルなんですけど喋らせていただきます。で、こちらご覧ください。これ昨日のですね、夜自分がツイッターでアンケートを取ったものなんですけど、学生の方向けに今日の自分自身に得点つけるとしたら何点ですかっていうのを夜、まあ、5時間か4時間5時間ぐらいでアンケート取ったんですよ。で、1201人かな、ね、に投票してくれてて、まあこんな感じ。49点、つまり半分以下っていう子が 37%。で、50点ぴったりってちょっとね、変わった4項目で作ったんですけど、意図があって。だから50点以下、半分以下っていうのが 61% だから、まあ、720人ぐらいが、まあ、半分以下だと。昨日の、まあ、自分を振り返った時にね。で、ここがね、ちょっと気になっていて、で、まあ、喋ってるんですけど、これぜひね、まあ、このアンケート、まあ、知らなかった子もたくさんいると思うんで、そうだな。まあ、これ今意図的にね、夜投稿してるんですよ。まあ、多分9時ぐらいに投稿してるんですけど、ぜひ今日の自分振り返ってください、みんな。今日でいいから。今見てくれてるその日でいいから。その時何点つけます自分に。っていうのをね、やってほしいんです。で、これをね、その、低い得点をつけることが悪いとかダメだっていうふうには思わない。思わないんですけど、それを習慣づけてしまうと、いろんなことの効率が悪くなる。ですよ。基本的に学生のうち、まあ、中学生、高校生のうちっていうのは、自分に自信がないっす。そう、基本的にはね、自分に自信がないし、ネガティブな気持ちになりやすい。から、振り返った時に、自分のダメなとこばっかり目が行くの。あれができなかった、これができなかった、あの時手を抜いた、YouTube 見ちゃった、携帯いじっちゃった、LINE いじっちゃった、みたいな。結局勉強してないじゃん、みたいなね。そう。っていうふうにどんどん負のスパイラル落ちるんだよね、こうやって。で、その勉強だけじゃなくって、勉強、運動、まあ、何かの練習、楽器とか、まあ、ダンスとかね、絵とかわからないけど、するときに、こう、どうせ自分、まあ、自分でダメだよなっていう気持ちで物事をしてたら、それって本当に効率が悪いですよ。そう。なぜかっていうと、心の中にどうせダメでしょ自分なんてってのがあるから、伸びないんだよね。自分に自信がある人よりも。そう。なので、まあね、たまたまもしかしたらこれを取った、アンケートを取った時が、みんなにとってちょっとうまくいかない日が多かったと。ね、そういう人が多かったのかもしれないけど、でもやっぱ日常的に自分にダメ出しをすごい無意識にしてしまってる。これね、無意識にしてるからみんな。意図的に、よし、今日は自分にダメ出しするでって言ってする人いないから、基本的に。まあ目がいっちゃうんだよね、そっちにね。ダメなとこに。で、これをね、伝えたいことが二つあって、まず一個目ね。一個目は、その、ダメ出しをしちゃってる時に、ちょっと、その、ダメなとこばっかり目がいってるぞと。で、そう言うとね、いや、どうせ私なんてダメなとこしかないし、みたいな。もういいとこ、長所とか一個もないんだよ、みたいなこと言うんだけど、長所がない子なんて基本的にいないから。いないんだよ、自分が気づけてないだけで。そう。てか、目をいかないようにしてるんだよね。自分なんてどうせがもう心の中にぐわーって来てるからさ。で、そこをね、ちょっと変えてあって、あげてほしい。で、そのために何するかっていうと、これも自分がよく言うんですけど、寝る前に、一個でいいから、その日ね、振り返るの、その日。やったこと振り返って、一個でいいから、自分褒めてやって、から寝るの。ダメ出しとか悪いところっていうのはもう無意識的に思ってるから、いっぱい自分に対して。だからもういいの。そんな突っ込まなくって。反省は必要だよ。必要なこともあるけど、でも、褒めることってのは基本的に意識しなきゃできないの。相当ポジティブじゃないと。学生のうちは特に。だから、小さなことでいいんです。本当に。例えばね、コンビで1円募金したとか、誰かの何かを手伝ったとか、落ちた消しゴム拾ってあげたとか。いや、全然いいんだよ、そんなことで。いい。ちっちゃいことでも構わない。だって自分自身に言うんだよ。誰かに伝えるわけじゃないんだよ。誰かに伝えてさ、うわ、そんなちっちゃいこと言ってんのとかって言われるわけじゃないから。自分自身で言ってあげることだけなので、それをやってあげてほしい。で、それを続けていくことで、変わるから、自分に対する意識が。ちょっとね、まあこれも無意識なんですけど、なんか自信が、まあちょっと安心するというか、あ、自分大丈夫かもなって少し思えるようになってくるの。これは、俺自身もそうだし、生徒にやらせて、生徒も変わったから、もちろんね、100人中100人変わるわけじゃないよ。そんなね、特効性あるもんじゃないんですけど、ぜひね、その寝る前に一個でいいから自分を褒めてやるっていう習慣をね、つけてほしい。そう。長所がない人間なんていないんだよ。いないから絶対に。っていうのを伝えたい。で、もう一個なんですけど、あと大事なのは、こういう日ってあるよね。49点以下の日って。で、昨日、ツイッターのリプでも来てたんですけど、ハイチ先生じゃあ何点ですかみたいな。来てたのね。そう。で、返そうと思ったんだけど、ちょっとこの動画を撮ろうってもう昨日の結果見て思ってたから、そこでは言わなかったんですけど、昨日俺30点です。
はい。これを作った時に思ったの。自分だったら何点かな ?30 点。なぜかっていうと、昨日、昨日っていうか、自分もともと気分のムラがすごい激しいのね。安定しない気持ちが。それは昔からそうなんだけど。で、もちろんそれをネガティブに、もう今でも思っちゃってるとこあるよ。安定してたらもっとちゃんとできるし、動画投稿をもっともっと頻繁にできるはずなんだけど、昨日はね、昨日とか、ここのとこちょっとね、こう、心と体のバランスがうまくてね、良くないんですよ、自分。分かってるの、それ分かってる。そう。で、昨日もこれだけ撮りたいなって思ったものを半分も撮れなくって、撮影できなくって。でも、最低1本は投稿したいから、投稿して、昨日はテスト対策かなを投稿したかな、確か。うん、と思うんですけど、そう、だから、思い描いてる姿、ここまでやるぞって思ってるところまでいけてないのね。で、その他にも、まぁ、ちょっとプライベートなことでね、全然こう、特にまぁ子供相手にさ、うち息子二人いるからさ、こう、思ってるいいパパというか、こういうパパでありたいなって思う自分がいる。でもそこに行けないんだよね。やっぱ怒っちゃうし、そこ我慢して、ぐっと我慢してやればいいのに、怒っちゃったりとか、することもあるわけだよ。で、振り返ったらこれでダメ出しいっぱいできるわけ。わかる?できるんだけど、で、30点、自己評価。うん。でも、そんな日もあるよねって思ってやる必要はあると思ってて、もともと自分は本当に毎日もう10点、20点、30点みたいなことをね、ずーっと思い続けてたの。もうダメ、もう自分ダメ、もうマジダメ、本当無能みたいな日々をずーっと過ごしたけど、それってやっぱり良くないんだよね。さっきも言ったように効率が下がるし、もう生きていくのも楽しくなくなっちゃうでしょ。そんなダメ出しばっかしてたら自分で。人にもダメ出しされる可能性だってあるわけだし。そう。だから、80点取れる日もあるわけ。自分もね。もちろん。あるし。で、30点の日もあると。毎日高得点取りたいけど、それができないタイプの人間なんだなって思っちゃってるの。それは諦めじゃなくって妥協なんだよね。一種の。で、しかもポジティブな妥協。ま、いっかって。思ってやった方が、例えば昨日30点だったけど、今これ動画撮ってる。翌日に。切り替えて、朝起きて、今日は今日だから。昨日は昨日。って思って、今日を迎えて。で、こうやって喋ってる。うん。で、今日終わった時に俺が何点つけるかは分かんないです。そう。今まだこれ午前中撮ってるからね。分かんないけど。でも、そうやってリプもらったりとか、まあ、結構自分はね、その相談メールをもらったりするんだけど、でその相談メールの多くの子は、やっぱり自分自信がなかったりとか、こうネガティブな気持ちにすごい心を囚われていて、で、そっから抜け出せないっていう、ね、その文面で読み取れる子がやっぱ多いので、まあ、何かのヒントになればなと。思ってね、ここが2個です。寝る前に1個でいいから褒めてやるっていう習慣をつけるっていうことと、あと、そのね、うまくいかなかった日。いいじゃん。そういう日もあるよ。どんまい俺って。どんまい私って。でも、明日は明日だからって。今日、ダメダメだったけど、じゃあ明日もダメダメかって引きずる必要はないよね。切り替えようぜって。思う生き方もあるんだよっていうのをね、伝えたくて、喋らせていただきました。何分ですか?8分です。いっぱい喋っちゃったけど。まあなんか、難しいと思うんだよ。俺が学生の時に多分この動画をもし見たとして何を受け取るかはわからない。多分、うわ、そっかとは思わないと思う。きっと。俺相当ひねくれてたしね。学生の時。でも、何か伝わる人には伝わるかなと思って。まあ32歳でさ、みんなよりもまあ約2倍ぐらい生きてるからもう、そう。だから、なんか伝えれることは伝え、こんな感じでね、ちょっと伝えていく、まあ、喋る。まあ、ダラダラはちょっと別枠でね、こういう動画もちょっと撮っていきたいなと思って、喋らせていただきましょう。はい、ということでね、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。まあ、ちょっと肩の力抜いていこうね。肩の力入ってる子いっぱいいると思うからさ。はい、ではまた次回、なんか喋ることあればね、撮りますので、もしよかったら、次回の方もね、ぜひ見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。